でもフラちゃんです。じゃあ本日は初心者の方が結構思ってしまうことで、フェスタインフェルノは初心者お断りなんじゃないかということで、まあ結構そういうことを思ってしまう人が多くて、フラちゃんのとこによく、初心者でもフェスタインフェルノ行ってもいいですかみたいな感じの質問がめっちゃ寄せられるんですよ。で、今回はそういったことに対して、まあすべて解決していきたいと思いますので、初心者の方ぜひとも参考にしてみてください。はい、というわけで早速やっていきましょう。 はい、というわけでまずはですね、ざっくりとして一番多いやつ、初心者でもフェスタインフェルノ行っても大丈夫ですかということで、この質問なんですが、 大丈夫です。だから言って大丈夫だから聞く前に言ってください。もう簡単にいけるんで。で、フェスタインフェルノって4人パーティーで遊ぶものじゃなくて、8人同盟バトルで遊ぶものなんですよね。まあ、つまり自分以外にも7人もいるわけですよ。自分がたとえ何の活躍もできなくても、ぶっちゃけ言うと他に7人いるんで、まあ正直まあ放置はしてほしくないけど、まあ、極端な話、放置してても倒せるようになってるんですよね。まあそれぐらいやっぱ難易度が低いものだし、まあ別に初心者8人もいればなんとかなるもんだ しその中ににに上級者がいららいればなななお楽っって普通に倒せるといった感じなんでしかも、フェスタインフェルノのボスの強さというのは、まあ、通常の1レベルぐらいの強さなんですよね。HP とかはちょっと調整されていたりするんですけども、まあ、とはいえど、技の強さとか、そういったものは、すべてレベル1の調整になっております。なので、まあ、レベル1って結構弱いので、それを8人でボコせるとなれば、まあ、適当にやったとしても、全然倒せるような、そういった感じになります。で、大体フェスタインフェルノいい フェスタインフェルノなんて1回やったら終わりなんで赤宝箱っていうまあ周回して何回かこう手に入るものもあるんですけども基本的にはフェスタインフェルノというのは紫の宝箱1日1回のやつそれを取ったら終わりなわけなんでこれをめっちゃ周回するっていうそういうコンテンツだったら1回のタイムがすごく気になるんですけどもまあただ1日1回紫宝箱を取るだけという目的の人が多いので別に周回してる人ってほとんどいないんですよねとなると別に1回のタイムが長く かかろうと短くかかろうとそんなに気にならないんですよ。ぶっちゃけ倒せればいいんで。まあ、なので初心者が参加することで、1回のタイムが遅くなってしまって暴言を言われるということもないわけですね。まあというわけで初心者でも安心して行ってください。ということでただですよ。 ただ、やっちゃいけないことがある。まあ、初心者とはちょっと関係ないことなんですけども、こういった人は迷惑。まず、放置してる人。これはマジで迷惑。他に7人いるからっつって、フラちゃんがね、最悪放置してでも倒せると言ったから放置しました。それはマジで迷惑なんでやめましょう。戦う気がない。完全に規制プレイなんで、これはガチでダメ。 あとは、ニヤカで参加する人。これも結構いるんですけども、まあ、その人、ニヤカでやってる人に関しては、報酬を1回で、ニヤカ分全部取れるんでいいかもしんないけど、まあ、ただ、ニヤカで参加された側ですね。まあ、つうのがね、なんかこう、もやもやするんですよね。なので、ニヤカで参加するのはやめた方がいいです。動きもおろそかになるし、その分誰かがその人の介護をしなくちゃいけなくなるんで、上級者からすると、初心者は嬉しいけど、ニヤカを使って、なんかこう、動きがぎこちない人っていうのは、 正直、迷惑でしかないので、まあ、その辺の、なんつうんだろう、やる気の差っていうか、周りのことをちょっと考えてやりましょうねって感じですね。まあ、とにかく、放置と、あとは、ニアカで参加は、ちょっとやめた方がいいですね。っていうか、絶対にやんないようにしてください。はい、つうわけで、まずは一つ目、初心者でも安心して楽しめる、ということでした。 で、続いてですね、おすすめの職業なんですかみたいな、結構言う人いるんですけども、なんでもいいです。本当に何でもいい。遊び人でもいいし、海賊でもいいし、戦士でもいい。とにかく自分がやりたい職業がおすすめです。まあ、というのも、それはざっくりしすぎて、いやいや、ふらちゃんと。 聞きたいのは何の職業が活躍できるのかということなんですけども、まあ、初心者で活躍できる職業といえばまずは一つ目天地雷鳴師ですねあの辺なんかは適当にバルバルでもカカロンでも出しておけば、まあ、比較的簡単に、ね、活躍できるし、まあ、あとはキラキラポンとかピオリムとかその辺でいい感じにお仕事もできるレベルが低いうちでもそういったサポート面がしっかりしている職業なので、まあ、その辺はかなり安心して楽しめるかなと思います、まあ、というわけで天 ライメーとあとあは魔法戦士とかっすね魔法戦士に関しては、ちょっと敵の体勢とかを調べる必要があったりするんですけども、まあ、ただ、敵の弱点のフォースをかけて、敵にフォースブレイクをしているだけで、周りがものすごい火力を出してくれるというわけなんで、まあ、これは本当にありがたいですね。ただ、魔法戦士に関しては、デルメゼだけは魔法戦士は避けた方がいい。デルメゼは全ての属性に対して体勢を持ってるわけなんで、まあ、魔法戦士で行くとかなり相性が悪いので、まあ、 なので、正直ね、まあ、別に言ってもいいんだけども、ただ、ちょっとね、やれることが少なくなっちゃうかなっていうことで、ま、あちょっとあの、ま、あ魔法戦士はデルメズやめた方がいいかなって感じです。まあ、あとは単純に火力職とか、あの辺であれば普通にね、殴りまくって火力出してくれるんだったらすごくありがたいので、まあ、死んでしまうのは本当にしょうがないし、別に周りの人は死んでしまったとしても、もう正直ね、自分以外にも7人もいるわけなんで、こいつ何やってんだよとか、正直他に7人もいるんで、あんま気になんないし、 まあとにかく、まあ、自分火力職でもいいしまあ天地雷鳴しか魔法戦士が本当に比較的簡単に初心者でも活躍できるかなって感じですまあつうわけでおすすめの職業は自分の行きたい職その上でおすすめ職業を選ぶんであれば天地雷鳴士とか魔法戦士もしくは適当な火力職がいいんじゃないかなとフラちゃんは思いますはいつうわけで職業は何でもいいということでしたで続いてですね 暴言が怖い。ということで、暴言が怖くてなかなか、まあ、8人とはいえのね、参加しにくいという初心者はかなり多いはず。この辺に関しては安心してください。暴言なんて言う人マジでいないから、どんな地雷プレイをしたとしても、他にいっぱいいるわけですから、気になんないです。そこまで見れる人っていないわけだし、上級者になればなるほど、ああ、初心者はまあ、しょうがないよね、ぐらいの感じになるんで、まあ、中級者とかは、まあ、正直こう、マウント取ってきたりする可能性もなくはないけど、 まあただ言葉にしていちいち暴言を言ってくる人ってもうマジで少ないというかいないので仮にじゃあ暴言を言われたと。 お前何やってんだよ蘇生おせえよとか何やってんだよ雫使えよとかそういう人がいたとしたらその人は何に対しても言うんでそういうことをどんなに上手い人に対してもその上手い人のあらを探して何かにつけ込んでくるんでまあとにかく初心者中級者上級者は、まあ、誰にでもそういう人は暴言を言うので気にしないでくださいそういうことを言う人というのはたまたま自分が目についてでたまたまそいつが発言してきたまあそういった人の発言に 対しててはは何何ののの価値ももななないいわけけんんででで気にすするる必要はないです心の中でうせせえバーカとか思っておけば何の問題もありませんむしろ、こういうことを言われたということで、ツイッターでネタにしてしまえば、いいねがたくさんもらえます。ね、そういうことなんで、ポジティブ、まあ、ポジティブっていうか、まあ、暴言言ってくる人に関しては、頭のネジが数本外れた、ちょっとね、おかしい人ぐらいに思っておけば、まあ、かなり気が楽になるんじゃないかなと思います。まあ、というわけで、暴言なんて言われないので、 安心してフェスタインフェルノやりましょう。 で、続いてはですね、レベルどれぐらいから参加した方がいいのかということで、100からです。100から参加してください。まあ、というのもこちら明確な参加のその条件がありまして、はい、こちら見てください。グランゼドーラのお話をクリア。で、あとはまあ、バージョン2を導入。で、あとはレベル100以上という風に書いてあるので、レベル100以上であれば何の問題もございません。レベル50とか60とかだと参加できないので、100以上であれば全然いいわけですね。まあ、レベル100まで育ってるんだったら、 パッシブスキルとかもまあ、ちょっとは取ってるだろうし、装備とかもまあ、ある程度は取ってるんだろうし、まあ、いい感じだと思うんで、とにかくレベル100以上というのは、まあ、ステータス的にもね、別になんか迷惑になるステータスとかそういうわけでもないんで、まあ、この辺はね、レベル100以上であれば全然なんともないかなって感じです。まあ、100以上、110とかね、120とかあったらなおいいって感じなんで、まあ、別に100から参加できるんで、100レベルで参加してもらって全然構いません。まあ、他の人も別に、ね 他人のレベルなんて正直気にしてないんで、まあ、冒頭に話したんですけども1回やったら終わりなんでクリアできればぶっちゃけどうでもいいんでなのでまあこの辺を気にする必要というのはほとんどありません。はい、というわけでこちらレベル100以上からでした。 はい、というわけで続いてですね、必要体制なんですかということで、こちらもかなり問い合わせをいただくんですけども、必要体制いらないです。まあ、いらないっていうのもま、語弊あるんですけども、別に必要体制なんてなくても、8人もいるんで、なんとかなります。なので、別にこのために装備を買う必要だってないわけだし、まあ、あればラッキーぐらいの感じで考えておいてください。まあ、例えば偶然転び体制を持ってて、偶然転び体制が刺さったとか、まあ、必要だったとか、そういう時は、まあ、 ラッキー。他のの配信者ととところで転びがが必要とが必要要かかか眠り言ってたからじゃあわざわざざ買いましたとか、まあ、それが理想ではあるんですけども、理想であって別にね、現実的ではないっつうか、まあ別に無理して買う必要はないんで、こういう一回記りのやつに。お祭りコンテンツなんで、気軽に参加してほしい。本当に必要耐性とかその辺レベルとか火力とかその辺気にせずに、まあ適当に参加して適当にクリアするっていうのが一番楽しいんで、なのでこの辺ですね、必要体制別に揃う。 得る必要はございません持っていたらラッキーぐらいに考えておきましょう。 とはいえどね、それでは気が引けると、ということで、まあ本当に重要な体制というのを、まあ、フラチャンなりにこう考えてきました。独体制とかに関しては、初心者が揃えるの難しいんで、その辺は、まあカットして。じゃあ何がいいかというと、まずはメイブに関しては、幻惑体制があると、比較的快適にいけるかなって感じです。まあただ、公栄職の場合とか魔法職の場合に関しては、幻惑体制はいらないので、まあどういうことかっついうと、別に僧侶で幻惑体制つけたとしても、 いらないんでいらないわけじゃないですか、まあ、なのでバトマスとか武闘家で行く人に関しては幻惑耐性をつけておいた方がま快適にいけるかなって感じですま幻、あ、惑されちゃね攻撃当たんないし面しくないと思うんでなのでその辺はつけておくといいかもしれません、えー、続いてスコルパイドなんですがスコルパイドは即死耐性即死耐性があることでデススコルピオの即死効果を無効化することができるわけなんでまあ、そこもかなり快適にいけるかなって感じですまあ、即死耐性がないとデススコルピオが来 しときにほぼ100%即死するんでまあそうなってしまうとちょっとねやってても面白くないかなっていうことで即死体制はまあ欲しいかなって感じですまああとはジェルザークですねジェルザークなんかはコバルトウェーブに転び耐性とかがあるんでまあこの辺もあればまあかなりいいかなって感じです転び耐性に関しては比較的安価で買えるわけだしまああとは別に持っててもおかしくない耐性なんでこの辺はぜひともつけておくといいのかなって感じですまああとはついでにデルメゼですねデルメゼなんかもまあこちら転び耐性 が同じく必要同じような技をやってくるんでまあ、そこに転び効果があるんでまあ、それを無効化できればかなり快適に楽しくいけるかなって感じですまあというわけでまあこんな感じに耐性を述べたんですけどもまあ、別に耐性なんてなくてもなんとかなるんで全然適当に行って適当に終わらせましょうはいというわけでこちら耐性はいらないということでした で、最後に、こういうのはさすがにやめた方がいいというのも紹介していきたいと思います。まあ最初の方に述べたんですが、まずニヤやで参加すること。これに関してはもう説明した通り、周りの人がすごくね、なんか嫌な思いするんで、ちょっとモヤモヤするんでやめた方がいい。あとは、放置で参加すること。これに関しても完全に規制する気満々なので、周りの人はもう本当にイライラする。なので、さすがにそれはやめた方がいい。 はい、というわけでいかがでしたでしょうか今回紹介したのはフェスタ・インフェルノがどういった場所なのかということで紹介しました。戦闘に全く自信がなくて、なんかこうアレな人でも別に参加してもらっても誰も何とも思わないんで、暴言言ってくる人は中にはいるのかもしんないけど、そんな頭のおかしい奴のことを真に受ける必要はないんで、まあ、体制とかも別にね、必要かと言われれば別になくて全然 OK だし、適当にね、バトマスで天下無双してるだけで何もかも終わるんで、まあ、何回も言うようだけど、 自分以外に7人もいるわけなんで、その辺を気にしだしたら、いや、マジで何もできないと思うんで、7人いるんで甘えましょう、皆さんに。まあ、周りの人も初心者がいるっつって、別にこう、軽蔑するわけでもないし、初心者さんはこの辺ね、かなり考えすぎだと思う。なので、まあ、皆さん、気軽に参加してみてください。というわけで、今回の動画、ためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。